ミシェル・ムートンは、フランスの元ラリードライバー。1980年代に、世界ラリー選手権で女性初の優勝を飾るなど、WRC のトップレベルで活躍したことで知られ、史上最も成功した女性レーシングドライバーと、評される。現役引退後は、国際自動車連盟の養殖で働いている。ニックネームは、シェリー。 後のフォルクスワーゲングループ内プロジェクトでもある、アウディ TTS の無人走行試作車のサブネームにも、関された。ミシェル・ムートンと、アウディ・クワトロ S1 ・ムートンは高校を卒業して、法学を学んだが、すぐラリー競技に熱中するようになった。WRC に、初参戦した1973年モンテカルロでは、プジョーに乗る人体美の、コドライバーを務めていた。 その後父親の勧めでドライバーに転身し、翌1974年のツールドコルスでドライバーとして WRC 初参戦を果たした。アルピーヌ A110、アウトビアンキ、フィアット131アバルト、ランチアストラトス HF と乗り継ぎ、地元中心のみのプライベーター参加に止まるが、乾燥率は高いものであった。1975年、 女性3名のドライバーで、ルマン24時間レースへ参戦して、クラス優勝するなど、ラリー以外のモータースポーツ活動にも、精力的であった。1981年に、アウディのワークスチームの一員となり、4WD ターボ革命を起こしたアウディクワトロを借り、1981年の、ラリーサンレモで WRC 初優勝を果たす。 これは WRC における初の女性ドライバーの勝利となった。また、小ドライバーもイタリア人女性のファブリッツィア・ポンツという女性クルーによる WRC 優勝でもあった。翌1982年は、ポルトガル、ブラジル、アクロポリスとシリーズ3勝を挙げ、オペルのバルターロールと激しいドライバーズタイトル争いを演じ、最終的に年間ランキング2位となった。 また、アウディ発のマニュファクチャーラータイトルに貢献した。その後も1985年にアメリカのバイクスピークインターナショナルヒルクライムで総合優勝を果たすなど一戦級のラリードライバーとして活躍したが、1986年シーズンを最後にグループ B マシンが WRC から姿を消すのと時を同じくして現役を引退した。 引退後の1988年には、1986年のツールドコルスで、事故死したヘンリー・トイボネンの追悼を目的に、ラリーや F1 を含めた世界の一流ドライバーが腕を競うイベント、レース・オブ・チャンピオンズを開催した。その後も ROC は、年末の恒例イベントとして定着しており、ムートンは、現在も ROC 主催者の副代表を務めている。 2010年には国際自動車連盟の女性初の役員として女性のモータースポーツ参画を促進するため設立されたウーマンモータースポーツコミッションの議長に就任した。ありがとうございます。